안녕하세요. こんにちは、 こんばんは。 今日はですね、ここで気楽にできるような企画としてですね、韓国のコンビニの木板をしようと思います。コンビニとりあえず行ってきたいと思います。せーの。 買ってきました。いや、結構いっぱい買ってきたんだけど、とりあえずここに並べるか。なんやこれ、こんなん買ったっけな。おい、今日はね、韓国のコンビニの GS25、GS25というところで全部買ってきました。で、今日買ったのがこちらですね。見えるかな、これ。 32,420ウォン。 結構買ったね。 엄청 많이 산 거 아니야 이게? 나 이게 좀 궁금하더라고. 이게 最近ね、 코로나とかで 家で一人でご飯食べる人多くなったと思うんですよ。なんかこういうね、一人で食べれる料理がですね、コーナーであって、これがあったよ。これめちゃくちゃでかくね。これ顔ぐらいあんだよ。これ顔、キムチ、テジチン。밥도들어있는지모르겠네。 밥은 없는 것 같은데? 어? 아, 안에 이런 거 入ってまして。 뭔데 이거? 단면. 어, 아, 소소 스푼 나갔다요. 좋았다. 아깨. 야, 더분 자야될까. 야야나. 이곳에 왔다요. 오모리찌개. このお店と、この GSがやってる、多分GSで売ってるやつだと思うんですよ。 GS25だけで売ってる、このコンビニ限定みたいなのが結構増えてきたんですよ。僕がね、初めて韓国来た時、そんなになかったんだけど、最近、何やこれ、おお、すげえ入ってるよ。これ先入れろって書いてる。 これを 先に入れるの? おお、すげえ、すげえ入ってるよ。まあ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 、こんな感じとして、電子レンジで5分30秒。電子レンジ向こうにあるんで、ちょっと待ってくださいね。おお、熱々熱々。見えるかな。 キムチめちゃ、ああ、他にも電子レンジで作らないといけないやつあるから、ちょっとそれさっき作ってしまいましょうか。これ、これも買ってきたんですけど、ヤチェコプチャンボックン。この本殿にね、お店があるんですよ。このここちらのね、母さんとキム・ジョングクさんがやってるお店があって、僕何回、2回ぐらい行ったことあるんですけど、とりあえずこれもう多分電子レンジで温めていかないとダメだから、こうやってね、パックになって入ってるんですね。 좀 뜯어야 돼 이게. 그죠? 이거 맞아. 아니요, 그냥 그대로 하는데. 그러니까 이게 뜯어야 되잖아. 안 뜯어도 돼. 뜯어주세요. 살짝 뜯어주세요. 살짝 살짝. 잠깐만. 살짝 했다니까. 근데 아, 또 와? 아마 これも今作るか。皆さんが多分ご存知の方も多いと思うんですけど、日本でもね、最近っていうかずっと流行ってたでしょ、ブルダックボックンミョン。これね、ブルダックボックンミョンだけど違うんですよ。普通のやつとミートスパゲティって書いてるんですよね。ミートスパゲティだから、俺ね本当に辛いもの食べれないから、ミートスパゲティだったら食べれんじゃないかなと思って。いやでも普段僕ね、コンビニのご飯ってあんま食べないんですよ。それだったら家で作っちゃう方が多くて。 ちょっと、じゃあこれもちょっと入れておこう。あったかいやつ出てる？4分ね。こういうのね、ちゃんと守った方がいいんですよ、皆さん。こう書いてあるようにしないと、後で後悔するんで。4分、タイマー。あ、できた。まだできた。忙しいな、もう。ほら。もう本当にコプチャンだ。え、あ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 。匂いが本当にコプチャンの匂いする。当たり前か。 안주거리만 소주에 딱 어울리는, 그죠? 소주에 딱 어울리는 메뉴. 그럼 소주 사와요 좀. 아, 오케이, 오케이, 오케이.
오, 그걸 관주네? 아, 오, 목적! 自分で設定して これね? ちょっと捨てていきます。 これが 辛そうなんだよな。 バジルの匂いする。 いただきます。 やっぱりね、ご飯がいいですよね、これね。うん。なんちゃね。こういうのにね、例えばご飯だけ炊いてね、家で食べれる。本当にこれ普通に一食できるからね。こっちも行きましょうか。このコプチャン。まあホルモンですよね。どうやろう。 あ、これはでも食べやすい。おいしい。本当に普通にお酒のおつまみとかで。いやー、ちっちゃい、ソジュが一緒やだけどね。なんか飲むか。桃。日本でピチ・ハンゴンコラボ感がないか。ちっちゃい、ジェミアプター。もう、そういうこと言うから。 ふんどろ出てこなかった。なんでもう当てんでもうたやんか。どうしよう、これ俺食ってへんで。うわ、どうしようこれ。あ、出てくるわ。うわ、これ絶対あれやろ。果肉とか入ってんでしょ。大丈夫。 うん、果肉が入ってる。あ、美味しい。美味しいな。ピチアンゴンを、山を手がじく、記念しぐる。カットやで、もうそれ。僕、辛いの苦手なんです。本当に。めちゃめちゃ辛いの食べると、次の日、ずっとトイレにこもることになっちゃうので。辛いの苦手なんですけど、普通に、これは、全然食べれる。 完食。これもね、ちょっと冷めていくしね。普通のブルダックボックミンは僕食べれないんですよ。もうあれ食べて一回、二日間しんどかったので。多分、普通のやつよりもまし。 あー、うわー、辛いわ。うわー、汗出てきた。うわ、辛っ。ほんまに辛い、ほんまに辛い、ほんまに辛い。あー、ドラえもんにね、助けてもらおう。助けてドラえもん。これは、多分韓国の方はみんな知ってると思うんですけど、チョコエモンって言ってね、ココアっぽい、飲料水です。 辛くなった、こんなん飲むから。あかん、飲みたいけど飲まれへん。飲んだらもう余計辛いの知ってんねん、俺も。完食。 Thank you.
思い出した。これ辛いかもしれへんから言うことで俺これ買ったんや。可愛いでしょ。これ。アメちゃん。うん？思ってたんと違う。アメ。思ってたんとちゃうねんけどほんまに。길거리에서 할머니가 그 이렇게 하면서 그 맛인데 그거네. 아, 스쿠트리안 애. 보라. 애 스쿠트리안 고노고. 좀 더 어찌. 完食。こういうのが一番うまいよね。お菓子をね、ちょっと何個か買ってきたんです。ほら、たくあん、たくあんのあのグミです。ほら、見るかな。変な顔で見てるけど全然うまいよ。オレンジ味。うん。あとだからこれもよ、目玉焼きグミ。これよりかは俺こっちの方がええ気がすんねんけど。え、原産地スペインやって。あとお菓子やねん。とんがりコーンの韓国のやつ。コッカルコーン。あ、でも俺これ普通のやつの方が美味しいな。甘いわ。いちごの味ちゃんとしっかりしてるんですけどね。できたー。こうやって食べたら美味しいよね。甘いものを食べてると塩辛いものも行きたくなるよねっていう話よね。こういうお菓子好きやね。うまい。うまいわこれ。これうまいわ。김을만난라이스칩. 그러니까 노리도 왔다 라이스칩. 되었다시마다 와게됐네. 노리도. 어, 소소, 이거는 뭐냐? 여러분, 캔디바って知ってますかね? 한국의 아이스크림で, 소다味みたいな, 水色っぽい色のね, 包装紙に包まれてて. 빙그레のやつは, ね、みんな大体 バナナ牛乳をね, 思い出すと思うんですけど.なにこれ、やっぱ牛乳にしときゃよかった。ココナッツミルク入ってる？入ってへんわ。よく韓国の方があのタイ料理とか食べた時に化粧品の味がするって言うんですよ。みんなそう思わないんですけどね、僕は。でもこれは化粧品の味がする。あ、牛乳飲んだ俺鼻壊すね。腹、明日ダブルパンチやな。これも揚げていきましょう。ダブルティラミス見えるかな、こんな感じ。これも多分ね GS25 で売ってるお菓子だと思うんです。ほら、うわ、サクサクしてる。サクサク、なんかミルフィーユみたいな。ミルフィーユ、うまいうまい。もうのがいっぱい。なんかハイまで来たし、もう。もしかしたら知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、韓国のね、このモッパンやる YouTuber がなんか問題になってたんですよ。僕は本当かどうかわかんないですけど、全部食べてるんですよ動画上では。でも実際には食べてなかったんじゃないかみたいなね、炎上してたんですけど、まあ全部食べた言うて食べてへんかったらそれはね
僕はだから残します。ごちそうさまでした。いやー、お腹いっぱい。